はい、こんにちは、ビッグボーイです。モンハンワールドまたやっていきます。ジャグラスの討伐任務を終えて、今度は加工屋の二騎団の親方と話す前に、こちらにいる人はなんや、生態研究所の所長。あ、痕跡ね。痕跡見たらシルベ虫が反応したりするから、ペイントいらずってのが違うよね、これまでのモンハンと。チュートリアル、こんなのあるんだ。加工屋といえば上の方か。イベント案内所。お疲れ様です。星の船周回エリアね。それではまた。これでマルチができると。すでにいろんな人がね、参加してるっぽい。ウグ、いいね。新顔です。今ね、帽子かぶってるからね、ギリギリツインテールを隠している状態が。というか、まあ装備かぶっちゃったら顔以外何も見えなくなるからな。普通の武器が売ってる。で、こっち作ってくれるおじさんね。あ、親方だった。来たな、ゴキ団。おお、なんか流れてる。さあ、決めるぜ。加工屋。装備の強化。おお、すでにこの辺の装備強化できるのか。じゃあね、太刀をぜひともやっていただこうかな。いろいろあるな。派生ってのがあるのか。そうだ、なんか強化しても前の段階に戻せるって見たんだよな、どっかで。だから躊躇なく強化できる、素材さえあれば。研究中。ちょっと強いタチゲットで、ん？この人は？よろしく。気球でいいんだよな、気球開発員。ああ、船を気球に改造して。ほうほう、大変そうですな。こっちは集会エリアかな。あ、一等米ハウスか。見れない。見てみたい。あ、ゴキ団の人いる。来ましたね、相棒。ケストドン生態地域調査と討伐です。あ、はい。クエストはクエストボードからも受注ができますよ。私がまとめているものと同じ内容なので安心して受注してください。クエストボードと。で、
お食事の方はなんか増えたりしてんのかな。あ、マイセット定食とか。新鮮、え、新鮮ゲスト、新鮮胸焼けカルビ、バリエーション豊富だな。ちょっと集会エリア行ってみたいな。行ってみよう、ちょっと行ってみよう。周回エリア、なんというか、あのジエンモーラン船の船を思い出した。あれでもここに他のプレイヤーがいるわけでもないのかな。ここもリフトで来たのか。おお、星の船。うん、まあ内容は同じだね。でイベントもあるし、イベントはなんか貴重そうだからその都度やっていきたいな。フリーってのはまあフリーで、闘技大会クエスト。ほうほうほう、コロシアムかな闘技大会チャレンジはない。オッケー、戻ろう。さあ適当に食事済まそうか。さっきの気になった新鮮&新鮮組み合わせてみるか。竜のハラミ、竜のハラミって書いてあるよじゃあ竜のハラミと胸焼けカルビーを組み合わせると、おお、すごいついたスキル。あ、この人に直接話しかけれる。はい、さっきから食事してたけど、お、キノコ狩り。クエスト追加された。はい、じゃあケースとドン行ってみよう。ん、ちょっとストップ、ちょっとストップ。とりあえず一人で、じゃあ行ってみよう。出発。今回の目的はキストドンの指定数討伐です。行くか。この人また来てくれんの？手厚いね。キストドンオスメス。いただきの。生態マップでは現在の位置やガイド先、
モンスターなどを確認することができます。こっちの上の方はまだ行けないっぽいな。なんかジャグラスとか書いてあるけど。じゃあ、OK。もうね、回復薬とかお肉とかいくらあっても困んないから。おっと、なんだこのモンスター、こんなのいたっけ。戦闘、これケストドンか。あ、ちょっとジャグラスより硬い。気をつけろよ。ない、タッチってまあガードできないけど身軽に動けるからね、好きだわ。痛い。あ、硬っ。どう、あ、硬っ、頭硬っ。待て、倒れた。あ、今のオスか。じゃあこのちっちゃいのがメスか。なるほど。よし、他の群れも探すぞ。はいはい、気をつけろよ。ケストドンは小型のモンスターだ。森には大型モンスターも生息している。モンスター、環境生物、狩りに利用できるので周囲をよく見て覚えておいて。リーダーバンバン先に行っちゃったし。待て、お肉をくれ。だいぶ切れ味下がってないかも。鳥がアプトノスの死体を食ってる。鳥、鳥は何も剥ぎ取れないのか。はい、オッケー。鳥どこ。こっちだ。そっちね。待ってよ。貧乏症だからね、薬草と蜂蜜回収しとこう。いくつあっても困んないからね。こっちだ。鉱脈あった、鉱脈、鉄鉱石、鉄鉱石、鉄鉱石。チャッカの実。おお、多山。こんな体が隠れるぐらい草が生い茂ってることなんて前の作品じゃなかったしな。いた、群れ。気をつけろよ。ここになんかある、気のせい。よいしょ。お休み中でしたが。そうだ、鬼人斬りをしたい。そうか、R2 か。
痛い痛い。オス強い。タジじゃちょっと切れ味がな。よいしょ。痛い。オスのこの頭硬いな。よいしょ。オスいったいった。タチちょっとね燃費悪いな。切れ味。あった、硬。水がきれい。テストドンの調査は完了だな。来てくれ。ここに痕跡がある。おっと、まだなんかあんのかこれ。こっちだ。ここだ。ドスジャグラス。テストドンか。様子がおかしいな。うわ、丸飲みしてる。行くぞ。討伐ですか。わかりました。新たなターゲットは緊急設定。ドスジャグラスを狩猟してください。準備ができていなかったら一度拠点に帰ってドスジャグラスのクエストを受注できますよ。ほう。行くか。クエスト情報。メニューで救難信号を発信すると仲間に助けを求められる。そうそう。生態マップからキャンプを選択することでファストトラベルすることもできますよ。手強い相手は仲間と協力して挑めよ。痕跡を見つけたらできるだけ集めろよ。特徴を覚えたシルベムシが対象へ誘導してくれる。そうそう、仲間をね、一人で狩猟に行ってても仲間は後から呼べるっていうのが新しい。あ、痕跡あるな。シルベムシを追うぞ。スタミナライチュ、なんか食っちゃったけど。青きのこ出た。青きのこ、痕跡。いや、すげえね、そこら中にアイテムが落ちてるんだわ。おっと、あー、体調しびれた。おっと、いいぞ、順調に見つけているな。ロックオンカメラを使えばモンスターを見失わずに済むぞ。おっとっとっと、やっちゃいますよ。スリンガー撃ってみる。あさあやろう。おお、元気がたまれば準備を繰り出せるぞ。キジンギリ系を回避するんだ。まともに食らわないように注意しろ。あ、ブーメラン投げてる隊長。あ、にしても本当切れ味現象が早い。早い。隙を見つけて砥石を使うんだ。あ、ちょっとこれはまずい。これはまずいよ。隙を見つけるってのかな。
今だ。オッケー。隊長、あ、なんか結構あれ、こんなにワンパターンだったかな攻撃。わっしょい。あ、もう披露してる。こっちが攻める番だ。ハチ強いわ。待て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 。あ、蜂蜜。あ、蜘蛛の巣、こっちか。待て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 。ほんとね、このマップ入り組んでるから形状全然覚えてないんだよな、まだ。特産キノコあった。ん？まだある。モンスター放っておいてキノコ採掘。あ、なんか食ってる。モンスター食ってる。なんか腹膨らんでる。のろくなってない。倒れた。チャンス。ほら、ここなの。他のモンスターでよく見えない。あ、ゲロ吐くんか。消化しろちゃんと。お、ありがて、音も有能だな。あお、草食モンスターが後ずさりしてる。あ、硬っ。モンスターからの攻撃に気をつけてください。うまく回避すれば体力を温存できます。こっち回って、いて、腹のあたりは柔らかいね。見ろ、だいぶ弱ってきたよ。弱ってはいるね。おそらく巣に帰って休むつもりだろう。石ころない。待て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 。あ、尻尾かって切れ味がよ。車内解くか。待て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 。また飯食ったら面倒だぞ。ああ、届かない。お、聞いたか、これだ。ん、でも一瞬気絶したのかと。ここが巣なの。よーし、V 破壊。尻尾切りたいな。切れて、あー倒れちゃった。報告しよう。剥ぎ取りタイム。フリーの状態でこのマップに繰り出しても、おそらく拠点とかでそのままクエスト受注していくらでもいけたはず。食事したかったら、あの
キャンプ場のところで食えばいいし。フリア、痕跡は もしや、行ってみよう。やはり奴がいる。かなり気が立っているな。あの痕跡は何だ。あんなの今まで見たことがないぞ。まさかゾラ・マグダラオスの。少し調べていきたいが、ひとまずじいちゃんに報告だ。戻ろう。毒吐くモンスターは嫌いだわ。解毒薬いちいち使わないといけないから。お、研究レベルアップした。お供のレベルもすげえ上がってる。なるほど。プケプケ。ああ、行くか。キャンプ設立が進み次第、プケプケの狩猟を行うぞ。あ、もうそんな早々に。資源管理所はどこかな。早々にプケプケやっちゃおうと思ったらプーギーがいた。ああ、間違った。そうだ、ちゃんと撫でないとダメなんだこいつ。懐いたらいいことあったっけな。まあいいや、じゃあ今回ここまでにして調査しばらく継続ということで、はい、ご視聴ありがとうございました。